三宅マリエのゲーマーズギルド、イエ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 イ。はい、皆さんこんばんは。この番組はゲーム大好き、ゲーマーには誰にも負けない、三宅マリエが皆さんと一緒にゲーマーのあふれるギルドを運営し、拡大を目指していくゲーマーのゲーマーによるゲーマーのためのゲームバラエティ番組です。番組の前半は YouTube とニコニコ生放送でどなたでもご覧いただける無料放送、そして番組後半はゲーマーズギルド会員限定の放送となります。番組の感想をつぶやく際にはハッシュタグマリエ GG をつけてください。私や番組スタッフが覗きに行っちゃいます。ということで、前回ですね、もう2月に入りましたが、1月最後の放送では当ギルドに働き方改革をもたらすべく、ギルドマスターである私が自ら苦手な、これ苦手なってもう台本に書かれてて苦手っていうことで、ただ番組でやる時間尺で上手にやるにはなかなか得意ではない、尺に合わせて上手にできる操作性のテクニックは持ってないっていうだけです。死にゲーに挑戦しクリーンなイメージを取り戻しました。はい、ということなんですけれどもね。そう、いや、意味は似て非なるものです。苦手ではない。それを簡潔に2文字で言ったら苦手ってなるんですよ。いや、ちょっと空気みんな読めないかも、業界読めないかもしれないから、丁寧に説明するのは大事だと思うんです。そう、でもね、その前回の時の放送の最後にね、ちょっと不甲斐ない点もございましたがやり遂げましたって台本に書いてて、私そこね赤ペンでチェックしてたの、上手にできたら消そうって思って。でも結局こう読まざるを得なくてね、苦虫潰した感じで最後ね、不甲斐ない点も見せましたがやり遂げられましたって言ったのがね、ちょっとね心残りです。ちょっと頑張りたいと思う。でも成長はね、見せられた気もする。あと、まあ番組終わった後に能力がね開花して、ちょっとまあアンケートとかの最後にね、頑張りの成果を見せられたと思うので、まだちょっと途中でちょっと見終わっちゃったなーで、バイバーイまた遊ぼうなとこ見てない方はぜひね、その続きもね見ていただければと思います。そう、ゲームもなんかスイッチでしたっけ、その翌日とかに、私たちがのべたちゃんやった翌日とかに発表されてましたよね。結構やり今週末でやれるようになるよって、ちょっともうちょっと先でしたけど、それもあるのでね、みんなもぜひスチームの方でも遊べますので遊んでみてください。ということでね、まあ、今回もいろいろゲーム遊びたいと思うんですけれども、今回我がギルドに素敵なゲストが来てくださってますので、早速お呼びいたしましょう。いやー、これね、私ね呼んでほしいなって前言ってて、念願です。今回のゲスト、川瀬真希さんです。イエイ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 。みんな見えてる？毛先がちょっとピンクになったんだよ。一日で落ちました、川瀬真希です。イエーイ、よいしょ。はい、これどこからどこまでやった？ここら辺がピンクになってるはずなんです。うってるけど結構落ち、来る前に一回シャンプーしただけで落ちました。昨日入れたばかり、ありがとうございます。だから昨日私はね、明日楽しみにしてろよなんてつぶやいたんですが、みんなに見せられませんでしたね。見えてますが、見えてませんね、諦めます。え、間近だとわかるんだけどね。あ、本当だ、止まってるって。ちょっとね、ライティングのせいかな。なるほどなるほど、そういうことでございますよ。素敵です、素敵です。よろしくお願いします。ということでね、かぜちゃんまき、そう、なんか前にね、私ちゃんとお話とかしたのがシンデレラのライブのレッスンの時に。そうですね。まあ日にちは違ったんですけれども、はい、まあ、一緒に、うんうん、両日やるような曲のレッスンの時にちょっと会った時に、ね、なんか挨拶した時にちゃんまきって呼んでくださいって言って、ちゃんまきって結局どこから来たんだろうっていう、あだ名の由来ってあるの？川瀬真希なので、真希ちゃんからちゃんまきになっただけなので、あるんですけど、それは昔か学生時代につけられたの？そうです。この学生の時にアルバイトの仲間に呼ばれてたあだ名をそのまんまって感じです。なるほどね、はいはいはい、じゃあ昔からのやつなんだね。昔からずっとちゃんまきですね。比較的なんか最近だと珍しい気がする、うんうん、昔からなんかこの業界入って、まあ、あだ名ない人がつけられで、そのまま定着すること結構多いじゃん。だから、そうだったんだ。だからちゃんまきの第一人者の面していこうと思ってます、これから。この先ね、ちゃんまきってあだ名の人が出たら私が先やぞって。
言おうかなと思って、なんかマキちゃんって言ってもちゃんマキの後またちゃんつくのもなって思って、そのまま私もちゃんついてるから何でも好きです。業界用語的に言ったらまあマキちゃんになるからちゃんマキって言ったらいけるかって思って、もちろん何でも OK です。ちゃんマキでもちゃんマキさんでも、はい、ちょっとお便りもね、いろいろ届いてますので、ちょっと読ませていただきたいと思います。信頼と実績の飲食店開拓班の小田ドームさんからいただきました。ありがとうございます。ジジイギルドマスターカーセさん、ごきげんよう。ごきげんよう。カーセさんといえば、はい、やはりエーペックスレジェンズを抜きには語れないでしょう。ほう、年始早々夕方から日をまたぐまでプレイしたこの番組としても馴染み深いエーペックス、うんうん、もはやマリエ GG もある意味レジェンドではというレベルです。シーズン8始まりましたね。ヒューズ楽しい。3030リピーターって呼んでいいのか。私もこれサディサディ、あと3030って言ってた。楽しい、かっこいい、やっぱ金キャニなんだよなってなりますよね。うんうん、そんなカーセさんと好きな武器はレジェンド、プレイスタイルなどのエーペックストークを期待してます。PS4、カワセさん、チャンプになるまで帰れない番組って興味ありませんかっていうことで、おエーペックスレジェンズめちゃめちゃやってる。でも私も本当去年の終わりぐらいに おうち時間とともに始めた勢なので、はいはいはい、もうめちゃめちゃまだまだ弱いんですけど、もう今本当毎日エーペックスやることしか考えてないみたいな。あ、だってさっきも今日帰ったらやりますよって話をして、なんかその噂をね聞いたんですよ。すごく長い時間やられていたと、はい、簡単にお忙しい時にやられていたっていうのを聞いて、うん、いやもう大変だったんですよって話は聞いてたんですけど、うん、出たいなって。言っといて言っといて。ちなみにどういう武器とかあのキャラクターとか使ってた？最近は、うん、こうもうほんとコースティックしか勝たんと思ってて。ガスのおじちゃん、ガスしか勝たんのよ。もう最後の最後、このちっちゃい円で勝てるのはガスだけ。確かに確かにそれはあるって思ってるので、もう基本的にガスおじを使ってますね。武器、好きな武器とか。武器はやっぱりマスティフがあると上がるなぐらいな。マスティフ笑いってね、ピン刺されたらマスティフって言いながら走っていくぐらいな気持ちやってます。一発一発強いしね。そうなんですよね。そうなんだ。え、なんか、うん、言って。いや、なんかあのシーズン、あの今回のやつからなのか分かんないですけど、うん、金のあの装備がほぼ落ちてるじゃないですか。結構レアリティ高いの落ちてるよね。スピファに金つけた時のエグさ半端なくないですか。あの片方の武器使ってる間にスピファがリロードが終わって、あ、そうです、勝手にリロードされるやつ、スピファイヤー一生打てるというやつですね。そう、もう一生、マジで一生打てるじゃないですか、うん、あれ強いなーなんて思って雄たけびを上げながら走ってます。わーっつってシーズン8って昨日、おとついぐらいだっけ。そうですね、それくらいに。そう、私もちょうどおとついぐらいバージョンアップしたからやろうって思ってやってたんだけども、うんうん、戦う練習のためにすぐ降りで、あの強い武器を手に入れてバババババババって無双するのがやりやすくなったよね。バージョンアップになって、そのリアリティ高いのがあるから。なるほど、そうですね、そう、確かに分かるなー。他にどういうゲームとかやってきたり、昔からやっ、いやでも本当に最近ですね、ゲームすごいやるようになったのは、うん、あとはあの何でしたっけ、発電機回すやつ、あ、デドバイ、あ、デドバイ、デドバイデイライト、あのデドバで友達とやる楽しさを知って、うん、あって感じですね。そっからちょいちょいかじってかじってっていう感じになりますね。結構マルチのいろんな人とやるゲームが、ね、そうですね、一人だと結構飽きてしまうのが早くって、うん、なのでこう友達とパーティーで通話しながらとかやるのが結構ハマっちゃいますね、うん、へー、うん、そうなんだ、いいですね。今日はちゃんとね、うんうん、2人でやるゲームですから、そうです、ね、楽しい、どういうプレイスタイルなのか、ちょっとそう一緒にゲームするときどういう感じのテンションなのかもね、楽しみだな。もうイケイケゴーゴー猛禽ですから、よろしくお願いします。続きまして、IT 担当のチョロさんからいただきました。ありがとうございます。ございます。マリエさん、ゲストのちゃんまき、こんばんは。こんばんは。昨年ちゃんまきが食洗機を導入したと聞いてから、幾度となく便利と聞いてめちゃくちゃ興味が湧いています、うんうん、マリエさんはそういった便利家電利用されていますか、ということで、どうですか。私なんか、うんうん、ダイソンかのオンレクールとホットが出る空調、一年中出しっぱなしできる、ね、そうそうそう、出しっぱなしできるやつくらいで、そんなルンバとかもなんていうの、まあ、最近はないけど打ち上げの一等賞とかでよくあったじゃん、ね、ルンバとかそういう系、はいはいはい、だから当たったら、うん、当たるまでは買わないみたいな。
ダイソンはそれあります。そうあるじゃん、抽選であるんだよなみたいな。そうで、あの当たらないままここまで来ちゃったそういや、たまに当たるの。プレステ4とかスイッチはないけど、 Wii U とかも結構当たってきたからもらえるんじゃないかな。あの抽選って割と声優さん当たるじゃないですか。そうすごいですね。だいたい1位の人はやっぱこう、あ、ベテランのやっぱ運も実力もあるすごい方だなってなりますね。そう、え、食洗機やっぱ便利ですか。生活変わりますよなんかいやでもね、多分ね、食洗機とかは実家にね、はい、あるの、食洗機結構昔から、うん、であんまりうまく親が活用してないなって思って、洗った方が楽だって思って結構買って、やっぱ昔の食洗機ってやっぱ全部ちゃんと洗えないイメージみたいなのがね、そうそう、あったと思うんですけど、やっぱり今のやつはもう人が普通じゃ触れない温度で洗ってくれたりとか、水圧で洗ってくれたりするので、結構私はもうピカピカになってるなってイメージが。楽だね、手も荒れないし。そう、しかもあの、うん、私は工事不要のポンって置いて水だけバーって入れてってやつを使ってるので、すごく本当に、いや本当、いやもう本当生活変わりますね。三回みたいになってんじゃん。ガーってやって、ガーってやって、ペッてやって、ピッて押して、ゴーってなってる音を片こう聞きながらゲームできると本当に US 感半端ないんですよ。そうだな、時短じゃん。究極いいな。いや、みんながバシャバシャ洗ってる時にバシャゲームしとるわみたいな気持ちになるんですよ。いいな、ちょっと調べようかな、カタログ。いいな。いや、それにしてもチョロさんと、え、みんな詳しいね、そういう食洗機の情報とか結構マニアックじゃない？もう私プライベート全部話しちゃうんだろうね基本的にもう隠し事がほぼゼロなんで。本当、え、はい、ということなんですけども、はいはいはい、今回はね、あのちゃんまきが初ゲストっていうことで、はいはいはい、我がギルドの諜報部員たちが独自のルートからカセさんの情報を入手して送ってきてくれてますので、それをね、あの、はいはい、ちゃんと本当かどうか、はいはい、そうですね、曲解、はい、されてる可能性も大きくありますから、ちょっとそれをね、うん、確かめていきたいと思います、はい、じゃあこちら辺境エンジニアの池谷さんからいただきました。ありがとうございます。え、マリエッティさん、ゲストの川瀬さん、こんばんは。こんばんは。川瀬さんは金髪ショートクールビューティーの皮をかぶった熱い語り手です。本人曰く明るいコミュ障で話が長かったり面倒くさい人エピソードがあったりしますが、ゲームには本気で挑み好きなものを語って涙する人一倍溢れた気持ちをちゃんと伝えてくれる一生懸命で優しい人です。お、怖くないですよ。お、いいね。これ嘘本当？いやもう本当ですよ。いや、誰ですか？池谷さんね。そう、エンジニアの。いや、よう知っとるわ、私のこと。いや、そうですね。あ、でもみんな結構泣いてるイメージある。泣き上、ね、そうですね、最近やっぱ涙腺が弱くなってしまって。早くない？なんかこう、人が涙してる姿を見るともうダメなんですよ。あ、でもそれはわかる、うん。一発で泣いてしまうし、うん、基本的にこう自分が泣いた時の思い出を思い出すだけで泣いちゃうので、そう、なんか好きなものの話とかしてて、うん、あ、ここでこう好きなものがこんなにこうピックアップされて嬉しかったなって気持ちを思い出しながら喋るとロロロロロってしまうみたいな感じですかね。映画とか本とか、まあ、ゲームとかでも、ね、映画とか好きで、うん、基本的にやっぱ泣ける、ね、ゲームとか映画とかが好きなので、基本的にもう泣かせてほしいみたいな、ね、なるほどな、うん、あ、入ってませんよ、大丈夫、安心してください。え、金髪ショートクールビューティーって、え、ずっと金髪なの？いや、それこそご一緒したライブの時に、はいはいはい、あの金髪に初めてしまして。あ、そうなんだ。そうなんです、そうなんです。なのでなんか結構前から金髪だったのって言われるくらい。そう、逆になんかこういう髪色の時からちゃんとなんか話したりあったりするから、もともと髪色結構変えたり、よく変えたり系の。ずっと暗かったです。最近でもその、まあ、ライブきっかけっていうとあれですけど、ライブを利用してというか、もともと金髪をやってみたかった気持ちもあったので、そのタイミングでちょっとやらせていただいて、作品に寄り添ったりしながらちょこちょこ、あ、いろいろ変えながらって感じ。なるほどね、うん、いや、これからの髪色も楽しみな。次来た時何色になってるのか。いや、期待値がえぐいな。また前日に色抜けちゃうよな。続きまして、はい、ものうちさんからいただきました。川瀬真希さんはネイルが好きで自分で模様も手書きするほど凝っています。ネイル、え、やばい、ちょっとハゲてる。いや、でも見せらんないですけど、金、今日はちょっと簡単に塗っただけです。ちょっと金にしてるだけです。すごいカラー。そうですね、なんかジェルネイルとかは好きで、でも自分もう左手が壊滅的に不器用なので自分の爪にはできないんですけど、ネイルチップとかにやったり。あー、へー、そうなんだ、うん、
あのね、うちのって言ったらまたちょっと違うけど、うちのね、あの松崎麗もネイルが、そうジェルネイルとか、はいはいはい、結構早い数年前からやってるから、もしかしたら気が合うかもしれない。へえ、模様も手書きするってすごい大変だよね、ブラシとか。そうですね、細いのでも細かい作業がすごく好きなので。え、じゃあネイル以外も細かい？なんか基本的に物作るのが好きなので、なんだろうな、ハンドメイド系、なんか粘土でなんかこうミニチュアの和菓子作ったりとか。なんかすごいちっちゃいやつとかも流行ったよね。そう、なんか結構再現する系が好きで、何かの作品をみたいな。あ、そうそうそう、それこそこうネイルも動物の森のキャラクターをこう描いたり。そうなの、すごい、見てみたい。ぜひ後で 見てください。あ、本当、はい、ちょっとそういうの見たい、楽しみだな、うん、そうなんだ、はい、本当だった。結構みんな、みんなすごいね。じゃあ続きまして、はい、ドラさんからいただきました、ありがとうございます。すでにご存知かもしれませんが、うん、ちゃんまきはベイマックスが大好きで、うん、自分のラジオで語りすぎてコーナーが飛んだことがあります。ベイマックス、ベイマックスご存知ですか？映画だけ見たけど、その後も続いてるっていうのは CM でよくね、あのドラマシリーズっていうか、アニメシリーズあるんですって。ってへえ、ね。あとツムツムで知ってる。あ、そうですね。うん、ベイマックスが大好きで。ベイマックス好きなんだ。それこそそのベイマックスの話をラジオでして、うん、泣くみたいな感じです。映画の話じゃなくて、うん、ベイマックスが最近ディズニーランドで、はい、押され始めていて、あ、新アトラクションができたりしたので、それが嬉しすぎて泣くって。そうなんです。そう、パーク内に入って、うん、あのアトラクションを引いて泣き崩れるみたいな思い出を語って泣くみたいな。一つ好きなとこあげるなら、ベイマックスの好きなとこって何？なんか日本のコマーシャルだと、うん、結構泣ける映画っていう感じで作られているんですけど、泣けるっていうよりもどっちかっていうとかっこいいんですよ、ヒーローというか、はい、あの戦闘シーン多めなの で、うん、で楽曲もすごくかっこいいものが、はい、あ、長いぞ、長くなるぞ。じゃああと10秒くらいちょっと好きなことしてもらう。そうですね、もう本当私ぐらいになってしまうと、はい、本当に点と点が線でつながってるだけでもう興奮しちゃう。あー、なるほど。ベイマックスの顔ね。はい、ありがとうございました。続きましてですね、はい、マダール焼け焦げたマシュマロさんからいただきました、ありがとうございます。身長183センチ、体重34キロ、体内の空気を出し入れすることで ある程度体型を変えることができる。これは、ね、そう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 、そうなんですよ。それベイマックスナッツ。あ、カメラこっちだ。ベイマックスナッツって。あ、でもらしいです。あ、これベイマックスなんだ。の、あの空気なので基本的に。でも、はい、あのなんていう、オリジナルの身長と体重すぐ分かるんだね。さっきちょっと調べました、そのメール見たら。ちょっと真面目。これ何言っとんのと思ってスタッフさんとこれ何ですかねとか言って、ベイマックスじゃないですかってスタッフさんに言って、ああ、まだある、はい、未来人のブルーノさんからいただきました、ありがとうございます。ちゃんまき情報ですが、はい、乗り物に乗るとすぐ寝てしまうと聞いたことがあります。起きたら他の人が仲良くなっていたほど長い時間ぐっすり寝てしまうらしいです。乗り物、酔いやすくて、あ、そうなんです、はいはいはい、車がすごい酔いやすくて、なんかこう作品でバスツアーとかに行かせていただいた時に、もう寝ないと死んでしまうと思って、あ、塗ったらすぐ寝る、塗ったらすぐ寝るっていうのをやってたら、一緒に参加してた声優さんが知らぬうちめっちゃ仲良くなってたっていう。あ、やっぱこうバスの中でいろんな話をして、確かにお互いの絆を深めている間、私は一人でこう眉間にしわ寄せて寝てたみたいな感じでしたね。もうどうしようもないよね。話せば話すほど顔色悪くなっちゃうし、起きたら知らん話で盛り上がっとってみたいな感じ。そうなの。あ、じゃあこれは本当、これは本当です。なるほどな、はい、じゃあちょっと乗り物に乗るようなやつの時は先に放送前に乗り物用意を飲んでもらって。なるほどね、はいはい、続きまして、パンを配る係の麦麦プラザさんからいただきました、ありがとうございます。ちゃんまきは中学高校ともにソフトボール部でキャッチャーで4番を務め、暴走のドカベンの異名を持っていますっていうことで、これソフトボール部だったの？あ、そうそうそう、こうやってやって、こうやってちゃうわ、バレーボール部やってやつ。本当はバレーボール、バレーボールをやらせていただきました。どこ情報やねん、暴走のドカベン、ボケてきてるんでしょうけど、
いやでも、ね、普通に信じかけるからやめてみんなが。いやちょっとそうなんだって思って、なんかバレーボールって言われたはずなのソフトボールって怖がってた。そうなんだ。そうですね、バレーボールを中でも体育会系、それ中高って書いてありますね。そう中高ともに、私小中でバレーボールやってました。結構早い段階。そうですね、小学校の真ん中ぐらいから始めて。そうですそうです、やってました。すごいスポーツマンなんだね。いやでも本当にそれこそ器用なだけで、うん、球技系は得意なんですけど、はいはい、体力がゼロなので、うん、走れないんですよ。ああ、なんかこう運動部はマラソン大会早いとか言われてましたけど、うん、全然後ろ走ってました。へえ、じゃあ動かない系のスポーツだったらこう当てにできるって。あいるとこまず、ね、何かこう手先を使った道具を使っただったら得意ですね。これ強いです。ゲームで強いタイプです。あ、なるほど。武器持ったら強い。続きまして、はいはい、ギルドの庭師のチリトリ竹ぼうきさんからいただきました。ありがとうございます。姫、川瀬真希さん、スタッフの皆様、こんばんは。川瀬真希さん、とっておきの情報を手に入れたので、お便りさせていただきます。川瀬真希さんは、下り階段は苦手とのことですが、うん、階段を登るのが得意で、東京タワーを階段で登ってエレベーターで降りてきたことがあるそうです。ということで。なるほど。これは今体力ないっていう話をしてるんで。確かにあれ。いやそれ半分だけ本当なんですよ。東京タワーを階段で登ってエレベーターで。そこ違う、嘘です。あ、そっちはそう。あの下り階段が苦手で。はいはいはい。そうなんですよ。ありません？階段降りてて。メガネかけてる時は下り階段だいたいなんかキャッってなる。歪みますよね。そう、歪む。ね、そう。全然コンタクトでも落ちるんですよ階段。それはちゃんと足元を上を向いて歩いてるってこと。前だけしかしっかりね足元見て未来を見据えて歩いてるはずなんですけど、あの急に膝の力が抜けるんですよ。体力の問題。結局そこは体力に行き着くってこと。あ、なるほど、伏線そこで拾ってくるみたいな感じですね。そこなの。いやなんか結構階段は落ちることが多くて、上りは大丈夫なんですけど下り行ってるとスンってこう膝が力抜けて膝がカクンってなっちゃうんで、バーってこう正座した状態で落ちるんですよ。だから私、怖い、危ない。私、すねがボコボコなんですよ。本当に触るとすねの骨がボコボコになってて。あー、そうなの。削れてるんですよ。危ない、危ない。いや、スロープ持って。そうそうそう、本当に階段降りるときは基本的にいつでも掴めるようにして降りてます。じゃあ、ちゃんまきいるときはこう、私中央の方歩くね。本当に、よろしくお願いします。そう、危ない。へえ、そうなんだ。いや、これはね、うん、大事な情報。あ、そうです、必要な情報だった。半分あってました。そう、ありがとうございます。はい、ということで、あ、そろそろですかね。はい、いろいろ分かったところでですね、うん、早速ですね、一緒にゲームやっていきたいと思います。今回一緒にプレイするゲームは、はい、6ヒーローになって悪の EDM 軍団をやっつけろ、新感覚ミュージックアクションゲームノーストレートロードです。ということで、今回はスイッチ版でやっていきたいと思います。画面出るかな。にゃん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 、出ましたね。あ、出た出た。じゃあ早速ですね、ニューゲームでいきたいと思います。はい、どうぞ飲んでて飲んでて。まずどういう話かからね。そうですね。そう、結構ゲーム性が面白いかな。今回はこっち右の方で行くね。えい。で、プレイ人数が2人、あと3人もできるんだよね。3人の場合、私とちゃんまきプラスなんかお助けとして 3人目がやってくれるっていう形なんで、そうですね。私が1コントローラーで、ミコンがちゃんまきで、3コントローラーが、マリージジの進化で、はいはい、進化マンがやってくれるってことで、キャラクターどっちがいい？私男の子で。男の子、ね、自分でなんかこう性別とか自分で作れるやつも男の子とかでやったりする？あ、自分完全自分で作ったりする？でも基本女の子で作りますよ。あ、そうなんだ。なぜつなぜこれか一味がメインっぽ姫っぽいなと思って。気遣い。はい、お助けキャラがね、人間じゃないキャラクター。そうですね、いいですか。なんかお助けキャラは結構強いところで出てきてくださるみたいですね。アイテムをいろいろやってくれるっていうことで、また出た時にご案内させていただきますが、はい、女の子が、マリエ、男の子が、ちゃまきでやっていきたいと思います。はい、最大の変化は最も予想外の人物からもたらされるかもしれません。オーディエンス一人一人の小さな力が新しい何かを作るきっかけとなるのです。それこそスマホとかのやつだったらありますけど、なかなかこういうのでやったことない。リズム感があるって思って
てみると言われるんですけど、結構リズム感とかもちゃんとやったら簡単な、やっと私の出番らしいよ。今までの努力は全てこの瞬間のためにある。リラックスよって言ってますね。リラックスよ、大丈夫。 OK OK OK。 カメラはこの辺りよね。だよね。ねえズーク、落ち着け。ズークじゃなくてズークなんですね。ズーク、ラララララズーク、もう髪型決まってるよ。大丈夫。さあ、いよいよテレビデビューよ。はい。はい、着いたよ。二人とも準備はいい？待って。オッケー、ズーク。ここに立って、ここよ。そう、いい感じ。私はこっちにいるね。ラジャー。よーし。それでは今から収録開始です。もうすぐね。頑張ろう。有名人になっちゃう。名前と簡単な自己紹介をお願いします。私昔も好きだったけど、また一周回って大人になって好きになった。あえて吹き替えで見るのが楽しくなりました。時期で映画結構吹き替えで見ちゃった。私たちバンクベッドジャンクションです。ちょっとおすすめしたい、ね、ここでこれ見てほしいみたいな。最近この街であちこち EDM が演奏されてるみたい。そうだね。でもね、この街はまだ何か足りない。ドキュメンタリーっぽい映画が好き。ドキュメンタリーっぽい。90分ぐらいで終わる映画が好き。90分ぐらいで終わる映画。もうタイタニックとか言ったらもうダメなんですね。はい、タイタニックでも好き。好き。バンクベッドジャンクションで、そしてジャンカーを、タイトルを君のバンカーを見ていいですか？見ていい。自分が見たい。見ていい。私たちはバンカでジャンカーになるつもり。そして君に向かってバーンするつもりよ。見た映画を自分のブログでまとめてて、この長い間忘れられていた音楽がビニールシティで大人気だったことを知っている。はい、オッケー、カット。でもこれもテレビで普通に放送してそうな雰囲気。十分撮影できました。それではオーディションステージに進んでください。矢印に従って歩いてください。こちらこそありがとうございました。超最高だった。ドキュメンタリーかどうかわからないんですけど、あのスラムドッグミリオネアって、ああいいよね。めちゃめちゃ好きで。そして君に向かってバンするでしょ。わかる。いいじゃん君。いいね。おおよかった。いいね、いいとこついてくるね。ハマってますよ。よかった。あー、すいません、片付ける時間がなくて。ビーデちゃん、あ、ビーデちゃん、ね、すごい飛ぶな。問題ないて。そうですね、オーディションに来た演者に箱飛ばすってなかなか難しいですよね。すごい広い。ここは、さあ、オーディション、オーディション、ライツアップ。Are you ready? イエーイ、イエーイ、こんにちは、お二人さん。どうも、タテヤナ。どうも、あなたたちは？エヴァみたいな。バンクベッドジャンクションです。怪しいですね。バンクベッドジャンクション、そう、皆さんのハイウェイに新しいジャンクション、要するに交差点を作って、もっと多くの人々がこの素晴らしいパーティーに参加できるようにしようと考えてます。バンクベッドジャンクション。へえ、その番組と同じくらいあなたたちが自分の音楽にたくさんの思いを込めることを願っています。はい、今日は何を演奏するのですか？それはこの街に必要なもの。絵が可愛いですね。ね、結構動くね。しかもそうです、ね、ロック NSR の頂点に返り咲かせるためここに来た。クルファイラと同じようにね。本当に本当にいいでしょう。あなたたちの才能を見せてもらいましょう。左に上のさ、はいはい、5人衆の頭が円になってるやつ、あれどういうデザインなのかすっげえ気になる。気になりますね。何ポップでこう頭に繋がってるのか。牛さんの鼻輪かな。この世界では全てが音楽と一体化している。なんだって。あ、これ敵、例えばこのロボットもリズムに合わせて攻撃する。ほうほう。はは、音楽をよく聴いて敵の攻撃を予想しよう。ビールジャンプ。あ、ちょっと、あーん、おー、はーん、はーん、おー、たらって時に、だ、たら、あ、なるほど。敵によってはタイミングが異なることもある。やっぱりですね。攻撃のタイミングが違う。はあ。
ますよ。ルーラッと。おい、ルーラー。あ、そういうこと。おー、いけてる、いけてる。うわー、うわー、うわー。わーできて、できてる。あ、最高じゃないですか。わー、うまい。曲に合って。うわー。いやあ、うまい。なんかこのゲームが結構サントラが売れてるっていうのを、このゲームを教えてもらったタイミングに知って、だからやっぱ曲もいいんですよ。やっぱ音大事にしてるゲームは曲が。なんかもうこの段階で気持ちいいですもんね、音が。で、ワイで攻撃。やばい、あ、怖くね。あ、じゃあ、危ねー。じゃあ、チャン巻き左ね。私右やるから。わあ。わっ。おー、ナイス。なるほど。今のみたいに、あの、自分の攻撃は自分のタイミングで仕掛けられるんですけども、はい、敵の攻撃は、まあ、リズムで来るっていう感じですね。なるほど、自分らはリズムに乗って攻撃しなくてもいいわけですね。そうです。避ける、弾を拾い敵に向かって打ち放とう。はい、白枠が表示された敵にしか撃てない。なるほど。ポンプに近づけば、あ、これか。痛いが、全部取るやん、じゃあ負けすんません、足早くていいぞ、ロックンロール絶対だ。あ、でもロックかっこいい。これがロックか。ロックですね。最後にお祝いをしてラウンドを終わらせよう。メトロノームが点滅しているドロップは、音楽のパワーで変形させてみよう。メトロノーム X で変形。おお、これでイエイ。ではもう一人の君はどう。一日中髪の毛を見せびらかすだけ。ドラムを演奏する。あ、そう。第2フェーズに入りましょう。やっぱおしゃれな感じ。どれつーく任せろ。おのおののプレイスタイルがある。ズークはコンボの達人、メイデイはアタッカーか。ふんふんふん。ヒルカはドラムコンボだ。今は3コンボのみだが。あ、なるほどね。ふんふん。メイデーより攻撃力が弱いが、連チャンで打ち合わせるんですね。あ、タイミングで棒が出てくるのね。いや、そろそろ来る。あいやあ、強い。なるほど。すごい。結構やってくれた。全部取るやん。いや、任せたよ。じゃあ遠距離任せたよ。そういう流れかなと思って全力で取りに行きましたよ。敵の攻撃には時々紫色のものがある。これをパリーすれば跳ね返してダメージ与えられる。なるほどね。これ大ダメージ与えられるので、はい、しっかりパリーを練習しましょう。パリー得意。パリーってなった。パリー攻撃来た時にえいってタイミングがいいと、はい、無力化できる的な。私は苦手だ。あー、あ、なんか、うん、あ、いけた。なるほど。あ、おー、あ、これ自分の方に来てなくてもパリーになるんですね。いけるんだね。もう一度変形だ。はい、来い、はい、来い。あ、かっこいい。おしゃれ。イエーイ、ノリノリだ。イエーイ。タティアナのドギモを抜いてやろう。それでは2人でクワサを起動できるかどうか見せてもらいましょう。クワサ最終フェーズに入ります。よっしゃ、出る。来る来る来る、絶対来る。聞いてた話と違うな。よっ、おいしょいしょいしょ。お、行きました。よし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 。あ、やったー。ゆいあ、茶巻き出番だよ。どこだ。あ、あ、私出てるよ、もう。私は後ろでギター弾いてるわ。オッケーです、任せてください。痛いがとっても狙われている。じゃあこれ私でもらっていくわ。すごい、いいとこ取り感がすごい。任せてください。あー、じゃあ私下行くね。あー、あ、そうだ、下行くのか。そうか、下も見ながら。下厄介ですね。ナイス、ユイ。あ、いいとこ取り感が。次ここ来ると思う。これが決めくれってやった。次ここ来るよ。なるほど。痛い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 。
しいですね。いけた。あ、うまいです。あ、お、ははは、ゆいがさいも、たまたま近かったからえっと、両方押す。おお、セッション。ちゃんわき楽器とかやったことある？楽器は、なんかその高校生の時に軽音部でした、うん、そう、そうなんです。でもボーカルだったんで、あれだったんですけど、ボーカル最後のライブだけ、うん、ベースやりました。2曲だけなんで、もう全部忘れました。なんか何もできないです。青春の流れやん。そういうだろうと思った。バレー部やって、みんなはどう思うと思うじゃないですか、うん、でもバンドのカバー曲全部アニソンです。面白い。それはそれで面白いな。ちょっと、ダメなの。ちょっと聞いて。あら、やっぱ役割分担セッションはダメだったのかな。ちょっとハーモニーが欲しかった。皆さん、静粛に。はっきり言います。あなた方は審査されるためにここに来たのですよね。はい。そして私のアーティストたちがもう判断したように、あなた方はショービジネスには向いていません。オーディションしてこれはやっぱりめっちゃへこみますね。でも、俺たちどうにかここまで、これ最終オーディションみたいなもんでしょ。オーディションを終えたとしても、ね、我々にはあなたを拒絶する権利があります。わー、これ言われたらいいかな。決定権を握っているのです。いやもうここの会社の CD 一切聞かないから確かにこのレベルレーベルからもう拒絶しちゃいますね。優秀なミュージシャンを見つけるために開催したものですが、あなたたちはその基準に満たない。刺さるわ。あんたたち偽物のアーティストたちがよく言うわ。そうだそうだ、まだそうだ。うわー、めっちゃ怒るじゃないですか。そうだそうだ言うから。え、でもなんか5人目の絵の人が映ってない。あの左上の自分のプライドを捨て、ショービジネス以外にキャリアを探しなさい。私の夢を勝手に壊すな。もう壊したけど。私はアーティストでありパフォーマーだ。このステージに立つために生まれてきたの。もう十分に聞いたわ。ひどい。出口はあっちよ。諦めないからね。ロックについて何を知ってんの。あんたみたいな人間はギターを握ったことないだろう。そうだそうだ、うん、そうだ。わあ怖い。私ずっと真ん中の下の人を待ってた。お前かよって言われました。今確認の真ん中の甘くしないでます。間だと思った。誰だって。何なら最後まで罰を押さないでくれて。優しい。ただ一つだけ、それはびっくりした。そうだった。 EDM ロックの時代は終わりよ。EDM がこのシティを支配してるの。もうオーディションに呼ぶなよ。EDM なのに。あ、面白い。このゲームの、 この世界は、はい、EDM 以外の音楽のジャンルを否定してる街なんですよ。あ、そう。あんたたちが出した罰を全部取って後ろから思いっきりねじ込んでやる。あ、でも EDM 私は結構好きだよ、うん、よく聞く。 EDM っていまいち分かってないんですけど、ピロリ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 、なんかテクノポップとかそういう感じのやつだよね。こんなのひどい。最低。見損なった。アマちゃんだって信じらんねえ。でしょ。予定入り口はこんなシスじゃん。裏口わかるよ。裏口か。そう、表はめちゃめちゃきらびやかなんですよ。そうみたいだね。でも空腹な状態で考えてもしょうがないだろう。もう帰ろう。優しい。バーガーをおごってやるから。めっちゃ前向き。え、めっちゃいい男やん。こういう男がなんやかんやいいんですよね。ご飯ご飯。早く。めちゃめちゃ早い。おお。めちゃめちゃ早い。おしゃれだね、このゲーム。おしゃれですね。シティの端まで行く。あ、これ転がってくのが一番早い。あ、ここでライブやろうぜ。あ、いいですね。どうやっていく。あの輪っかの上でやりたい。上でやるんですよ。いけない。なかなかバランスの大変そうですね。あ、これ以上いけない。シティの端、ここが端かな。メタールです。あ、まだいける。 ED マート。 ED マートベントイス NSR バンク。バンクベントジャンクションが最終コースに入りました。テレビ自分らの話してますね。見ろよ、俺たちがテレビに出てるよ。やったー。夢
人だ。びっくりした、転がりすぎてこのキャラ腰痛くなったかと思う。確かになんか杖を押さえてごめんねと思ってた。会社選びにはおそらく想像できないほど高い基準を持っているんだろうよ。大人だな君。大人ですね。ちょっと待って、あれ見た？クワスはほぼフル稼働だったよね。めっちゃ腰見ちゃう。ごめんなさい、審査員たちめ、他の参加者よりいっぱいエナジーを貯めたのに、あいつら私たちをポイしたのよ。これは完全なる不正行為、なんとかしないと。何ができるって言うんだ。私たちにできることは何かある、私を信じて。メイがそう言うなら。優しい、いい男、いい男だな。よっよっ、回転が一番早い。回転早い、早いですね。ロックだね。ああ、ビニールシティ、何度見ても飽きないね。いいですね、もう絶対にプロポーズされてる。俺たちは NSR に2人で来たら。でもほら、奴らがこの街を支配してから結構豊かな街になったよな。すーく、マジで言ってんの？メイ、選ばれなかったのは悔しいけど、公平で公正な判断に基づいて審査されると信じたいよ。そんなのロックじゃない。嘘だ嘘だ。ビニールシティの皆さん、ビニールタティアナです。先日ある2人のひどい演奏を見て、あることを決心しました。それは今後のライトアップオーディションではロックミュージックを禁止することとしました。大抵ですね。影響与えちゃったか。あ、なるほど、第一人生ですね。安定。忘れちゃいけないことは一つ、我々が認めるのは秩序。ビニールシティの進歩につながる秩序です。以上、楽しい夜をお過ごしください。何？袋キツネおばさんなんて言った？袋キツネおばさんなんてこと。ズーク、この差別は明白よ。 NSR がこんなことをするなんて、あいつもこいつも偉そうに。そうだそうだ。ちょっと待てよ、これにはちゃんと説明があるはずだ。信じらんない。私たちでこれを正さなきゃ、今すぐ。メイ、そうしないと。メイ、過剰反応はやめろ。 NSR は嫌な奴らばかりかもしれないけど、この都市を見事に統治しているのはあいつらだ。素晴らしい仕事をしているのは否定できないよ。あ、お出てるか。明日のための秩序をもたらす NSR。 NSR、 NSR 何の略ですかね。ズーク、はい。さっきも同じイントネーションが来たよね。したら本当に殴るよ。今の暗闇でキスしたな。あ、なるほど。見逃したー。信じられない。してるな。街のバックアップエネルギーは NSR のエリートたちだけに供給されてる。めちゃくちゃだな。まずあいつらは私たちを拒否したのよ。その上にロックを否定した。そして自分たちのためだけに一般大衆からエネルギーを確保すんの。許せない。どう見ても間違いだらけよ。これこそが絶対的な権力の乱用。あまり信じたくないけど、メイはいいところに気づいたと思うよ。やっといつもの賢いズークに戻ったね。それなら教えてよ、ズーク。ビニールシティをひどい目に遭わせる人には何をしたらいい？おお、私たちはバンカでジャンカになるつもり。そして君に向かってバンする。よし、バンしよう。今のは告白ですよね。ヒーリングで君にバンする。なるほどな。なるほどね。で、タイトル。ノーノー、あ、その略か。あそこよ。ね、DJ サブアトミックスーパーノバがパフォーマンスの準備をしてるみたいだ。よし、次の敵は DJ か。ズーク、これよ。DJ か。今日から私たちは NSR に立ち向かう。一緒に来てくれるよね。最後まで付き合うよ、メイ。お、何をすればいいんだ。コンサートをハイジャックするのだ。わお。不公平は許さない。ロックの力で EDM と戦う時が来たわ。いいね、いいね。ミュージックレボリューションの始まりだ。下に降りる。レッツロック。何階から降りたんですかね、今ね。生身のまま降りた。まあロックの力じゃこの高さもいけるって。んな、ね、ふわっと着地ってやつですよ、ね、そうそうそう、いけるいける。おアシストモード、あ、これが3人目やってくれるやつですね。なるほど。ポインターを操作しようって、赤い丸を操作してるのが3人目の進化版。そうです、3人目のサポートで進化版が入ります。ハイジャックするって書いてありましたけど、今
いやもう DJ なんて犯罪者じゃないか。嘘。いやロックだから。ロックンロール。反逆者つもんはそういうことですかね。なるほど。数十億の生物がこの小さな惑星に住む。見応えあるね。それぞれが与えられた目的を果たすように最新の注意を払って設計されているの。お前たちはその平均にすらほとんど到達していない。簡単な衛星打ち上げ手順を扱うことされている。あれこれもしかしてさっきのあれ始め？ヘドこんなもん。あでもあの人目ありましたよ。そうだよ、ね、暗闇の中で。えまだ他にいろいろ来るのか。誰か新しいマリマリちゃんのアイス取ってこい。かわいいマリマリちゃん。やれやれ。マリマリちゃん仕上げがすごい。これ以上良くないことが起こらないといいな。かわいい。あ、いける、移動できる。いいね。画角がいいですね。一体何をしてんの？町には十分な電気がないのにパーティーしてる場合じゃなくない？この二人は誰だ？私と会話できるバスを購入したのか？覚えてないの？バンクベッドジャンクションよ。 NSR の支配を阻止するためにまずはここに来たわ。ビニールシティの人々はロックの凄さを認めるべきよ。ロック、ロック。それは魅力的だが、君のはちっちゃなガン。君の見当違いの努力だ。でも君は私に冥王星を思い出す。宇宙から来た人系、太陽系の惑星であると考えられる。なんかこうちゃんと褒めてから来てくれる人っていい人。ちょっととりあえず受け止めてくれるんですよ。そういうふうに思ってますよね。あいつが言ってたことって悪いことだよね。純惑星であることは必ずしも悪い。君の知性はびっくりするほど浅いな。私が言っているのは君たち冥王星人はもう流行ってないってことだ。冥王星人なんだ。なんだと？あんたの音楽はすごく流行ってるってわけ。私が誰なのかわからないようだね。私は DJ サブアトミックスーパーノーバ。見ちゃいますね。私のちょっと名前長いな。人間の体まで届く。つなげも長いな。音楽はどうだ。ちょっと足元がね。身の程知らずが。なんか男性が半ちょうど半パン履くの流行ってるんですか。あお笑いの人とかもいる。あ Y でミラーボールを壊せば弾が手に入る。あこれ全部戦うのちゃん巻きじゃない？音符集めるってやつでしょ、いわゆる。あなるほどな。泣かしてくださいよ、もう何にも出ませんけど。えどう攻撃していくんだろう。近くで、あなるほどね。あの外側の光る円のところで攻撃してくるんだね。惑星遠い。すごいですね。この光る円はあの紫の攻撃なのでハリーができます。ハリーができます。あえい、ー、右端が右上のやつがボスのサイドです。全然私たまに落ちてるんです。えい、弾がずっと画面の左に流れていくんで右にずっと移動しながら行くと。私が一番どんくさかったっていう。え進化マンはどういう働きをしてるの？進化マンはですね、回復アイテムを出せたり。今別にいらないよ。あこれコントラこれ、まあ、オブジェクトにあのメトロノームがあるアイテムにあと進化マンが働きかけて行けた。攻撃できたりします。NSR ちょろいなぁ、DJ 弱いぜ。私の音楽はそうはならないよ。あそうだよね、もう終わりなわけないよね。宇宙の彼方まで届く。かっこいいなぁ。言ってることはいいですね。画角もいいね。あ大きくなりましたね。えこの光る玉何？遠い。あこれ、これ私ので。えなんか難しくなってきたね。ほいほいほい。これ超えたら痛い。じゃん、じゃん。これはどういう効果が？でも叩くだけいっぱい音が出る。叩くと玉が手に入ります。あ、しかもなんか中央の上にロックか EDM っていう。みんなの支持率かな。えいえいえい。あ、何でしたっけ？パーリーね。パーリー。あっ。えい、えい、えい。痛い。あ。なんか
だ。これ今分かんなかった。えいえいえい。これはコンテナを開けて何になるの。チャ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 。お、いたいた、ヒット。おお、ありえない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 。曲調が変わるらしいです、ちょっとコメントが。DJ スーパーバカ、黙れ。私の輝きの表面を軽く擦っただけ。あ、DJ だけに。私は君の低俗さを嘆いているんだ。ああ、はいはい、次の手は読めた。その惑星が大きくなるんだろ。あ、お、あ、そっちね。あ、なんか怖くなった。わあ、スケールがでかい。え、これラスボス戦みたいなんだけど。見づらい。これラスボスか。あ、オンプもらおう。いいですね、これ進行方向にずっといてずっと出すみたいな。あ、いて。よし、心配をしました。おしゃれ。あ、私ずっとマリアさん見ました。ちょっと周りビームみたいなのが飛んでくるのでタイミング合わせてジャンプしたり。忘れてた、忘れてた。あー、無理無理無理。何が行われてるのか。今2人の、まあ、いわゆる体力が半分以下に。あ、本当だ。なってますので、空いてるところに、空いてるところに逃げ込むか。まあ、紫の攻撃なので、まあ、いろんなこと狙う。これがリズムってことだよね。タンタンタン。すごい。タンタンタン。で、パリをしたりするってことか。すごい。かっこいい。だって一戦目のボスみたいなもんですよね、ここ。あ、そうですね。え、一番最初の敵です。これ、え、最初の敵？これラスボス戦どんなことになってんのか。今もう自分が何してるのかもわからない。いて、痛い。いやー、もっと見えやすくして。ビーム、わからんが。あー、あ、あそれ、あー、あー、助けてー、死んだわー。あ、助けられたかな。生き返った。よよよ、回復アイテムも仲間出してくれてますので、壊して拾ってもらって。ちょっと拾った。おお。あ、リズムに合わせ。来ない。ダン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 。あれ、パーリーって Y ですよね。Y。タイミングが違うのかな。ダンダンダン。パーン。あ、めっちゃ音符溜まってった。よいしょよいしょ。あー、進化マン、進化マン。よいしょよいしょ。何、 A 押す、 A 押してる。あ、でもやってるやってる。あー、ヤッフー、ただ、まあ、リズムに合わせて、はい、攻撃とか回避が、まあ、だんだんできるようになると、うんうん、だいぶなんですかね、まあ、爽快感もどん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 増していくし、うん、そうですね、攻撃とか、攻撃の種類とかもですねレベルアップしていきますんで、どん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 派手になっていくんですね。なんかめちゃくちゃ考えながらやりますね、これね。そうなんですよ、うん、でアクション要素だけではなくて、うんうん、今の敵を倒したら町になって、はいはい、もういわゆる箱庭を歩き回ってそのストーリーを進めるとか、アイテムを横に走ってストーリーを進めるってわけじゃないんですね、うん、さっきみたいな。そうです、もう 3D のマップで自由に視点変更しながら動き回れたりもしますんで、かなりやり込みがいがあるゲームですね、うん、なんかちょっと遊んでからサントラを聞き込んでその後またやりたい感じ。リズムを、ね、覚えてやりながらだとこう、もう中途半端になりそうだから。難しかったけど、いやでも面白いゲームだなっていうこと。あとストーリー性がいいですね。ね、気になる。本当に面白い、どうなるのかが。
反逆者たちが面白かった、ね、いやいいですね、うん、っていうことなんですけれども、はい、こちらのノーストレートロードは、はいはい、プレイステーション4、ニンテンドースイッチにて好評発売中です、ぜひみんなも遊んでみてください、イエーイということでね、はいはい、リズム感もアクションもなかなかいける口っていうことが、いけてました大丈夫ですかね、いけてましたからね、じゃあ、行けてたみたいな、行けてた、行けてた、はい、っていうことなかなかね、ね、あれってなりましたけど、楽しいし、面白い、あの絵が綺麗ね、うん、いや、めちゃめちゃ面白かったです、見とれちゃう、おしゃれな演出のゲームっていうことでね、うん、ぜひみんなも遊んでみてください、うん、といったところで、あっという間に前半終了のお時間となりました、はい、ここでですね、番組からのお知らせです、はい、当ギルドではお便りを募集しております、運営コメントのリンクのフォームからお送りください、番組に関する情報は番組ツイッターでお知らせしますので、ぜひフォローしてください、ツイッターでの番組ハッシュタグはマリエジジとなります、そしてちゃまきからのお知らせお願いします、そうですね、基本的にツイッターを見てねよろしくねお願いします、ツイッターもフォローしてねっていう感じでございます、はい、出てるかと思います、はい、そして、マリエジ次回の放送はですね、2月26日の金曜日となりますので、よろしくお願いします、はい、ということでですね、はいはい、ちゃんまき、あのね、うちの番組後半放送この後あるんだけど、その案内ゲストの方にお願いしてるんだけど、やってもらってもいいですか、あ、ちょっとさ、ゲームに夢中になりすぎて、あとちゃんまきがそこそこリズム感がクソヤバではなかったっていうことが分かって、あのこれ何かあった時にこうね、あのこれつけてやりなよって言おうと思ったらつける暇もなかったんで、よかったらこれつけながら、そう、マリエ GG のアイテムなんですけど最近あ、大変、この中ではまだゲームが続いています、あ、大丈夫大丈夫、なるほど、大丈夫、あ、ちょっと抜いてもいいかもね、あ、確かにイヤホンの、ちょっとね、何も聞こえなくなってしまうので、そう、えいっ、ゲーミングヘッドイヤホンをゲストにつけていく、でも可愛いですね、そう、超可愛いの、ちゃんと使えるし、あ、光るのがいい、光るんです、あ、すごい、ほら、ちゃんとつけるとこまでちゃんとね、番組のこと考えて、このアグレッシブさがね、私好きで呼びたかったところでもあるの、はい、ということで、はい、後半の案内お願いします、この後、すごい、自分の言葉すら聞こえないんですよ、これびっくりしちゃった、この後は休憩の後、ギルドメンバー限定の後半放送です、ギルドの上納金は月額550円、え、はい、この機会にあれ、笑い声が聞こえないのヘッドホンしているからなってこと、なるほど、この機会にぜひギルドに入ってくださいね、後半もすごく面白いゲームをしますよ、よろしくお願いしますね、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、はい、後半の開始時刻は運営コメントをご確認ください、よろしくどうぞ、それじゃあ休憩後に